皆さんこんにちは、高田渡さんの歌に、仕事探しの、歌があります。今日はその、仕事探しを、歌いたいと思います。もしよかったらお聴きください。乗るんだよ電車に、よ乗るんだよ電車に、よ雨の日も風の日も仕事にありつきたいから、飲むんだよ苦いコーヒーをよ、飲むんだよ苦いコーヒーをよ、履歴書を書くために仕事にありつきたいから、新聞を見たよ、新聞だって見たよ、電話だってかけたよ、仕事にありつきたいから、やつにも会ったよ、仕事にありつきたいから、乗るんだよ電車に、よ乗るんだよ電車に、よ雨の日も風の日も仕事にありつきたいから、探しでした。この曲は、かなり、高田さん最初の頃の、曲なんですけど、高田さんの、作詞作曲は FCEG7 4つしか出てこないんですけど、いい歌ですよね。いいメロディーですよね。でコードも一緒なんですけど、サビがあるんですね。これ多分高田さんの手癖なんですかね。 F の時にダンダンダラダン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 と必ず入る。ちょっと変わったところで入るからやるじゃん。ドン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 だよ。これも高田さんのお得意な、でもかっこいいですよね。タラタタラタラタタタラタタタタタラタタタ。C の時は多分このベースラインがすごく多いと思うんですよ。なんかこれもこうやったら省エネになって、省エネになって簡単ですもんね。動かさずにこのフルの C を弾いてて、こう弾いたらまあ簡単だし、弾きやすいんですけど、でもプロの方はというか、何だったかな、なんかのソロギターの本みたいなのを読んだら、これはこうするんですね。これを動かす薬指を。普通の C を弾いて、まあ確かになんか躍動感が違いますよね。うん、甘かなんか甘いからないかもしれないですけど、なんかこうやるらしいですね、みんなね。なんか高田さんの歌というのは
まあ、あの市がいろんな人なんかいらっしゃるにしても、なんかこう弱い人の見方というか、労働者の見方というか、あのその権力を持った人に、迎合しないというか、なんかいいですよね。まあフォークソング全部がそうなんでしょうけど、あの権力にこびないというのはやっぱりかっこいいですよね。今日は高田渡さんの仕事探しをやりました。最後までお聞きいただいてありがとうございました。